ジルシモンは、フランスニース出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス6位、ダブルス117位。これまでに ATP ツアーで、シングルス14勝を挙げている。身長182センチメートル、体重70キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2008年テニスマスターズカップベスト4。 マスターズ戦準優勝2回。シモンは保険会社で働く父と医者の母の間に2人兄弟の長男として生まれた。6歳からテニスを始め2002年にプロ入り。株大会でのしばらくの下積みの後2005年頃から本格的にツアーレベルの大会に出場するようになる。シモンの飛躍の年となったのが2006年であった。年初に チャレンジャーのニューカレドニア国際で優勝し、トップ100入りを果たすと、全豪オープンでは予選を勝ち上がり本戦出場。ヨアキム・ヨハンソンとの3回戦まで進出した。この年は他にも、バルセロナオープンで準優勝、ハサン2世グランプリでベスト4に入るなど好成績を残し、年初の124位からシーズン終了時には44位にまで、ランクを急上昇させた。 2007年2月に、オープン13決勝で、マルコス・バグダティスを6-4、7-6のストレートで下し、ツアー初優勝。9月の BCR ルーマニアオープンでも、決勝で、ビクトル・ハネスクを4から6、6から3、6から2のフルセットで下し、2勝目を挙げた。2008年はシモンにとって、さらなる飛躍の年となり、5月のハサン2世、グランプリ、 7月のインディアナポリステニス選手権で優勝。7月のロジャーズカップ2回戦では、世界ランク1位のロジャー・フェデラーを2から6、7から5、6から4のフルセットで下すバンクルワセを演じ、ニコラス・キーファーとの準決勝まで進出する。さらに10月のマドリード・マスターズでは準決勝に進出すると、世界ランク1位のラファエル・ナダルを3から6、7から5。 7から6で破り、マスターズ初の決勝進出。決勝で、アンディ・マリーに4から6、6から7で破れた。10月20日付の世界ランキングで10位に入り、初の世界トップ10入りを果たす。年末の男子ツアー最終戦テニスマスターズカップにも、初出場を果たすと、予選ラウンドの、レッドグループで再び、フェデラーを破り、 全世界王者の決勝ラウンド進出を阻止する勝利を挙げて決勝ラウンドに勝ち進む。準決勝ではノバク・ジョコビッチに6から4、3から6、5から7で敗れ決勝進出はならなかった。年間最終ランキングは7位だった。2009年1月5日付の世界ランキングで自己最高の6位となる。直後の全豪オープンでシモンは 初めて第6シードに選ばれた。ベスト8まで順当に勝ち進み、第1シードのラファエル・ナダルに2から6、5から7、5から7のストレートで敗れた。ウィンブルドン選手権では4回戦に進出した。タイオー,オープンで優勝した。年間最終ランキングを15位で終えた。2010年の前半戦は、怪我に苦しみ、全豪オープンと全仏オープンを欠場した。 9月、地元のモゼールオープンで、ミーシャズベレフを63、62で破り、シングルス7勝目を挙げた。全体的に良い成績を残せず、年間最終ランキングでは41位まで下がった。12月のセルビアとのデビスカップ決勝では、シングルスで、セルビアのエースノバク・ジョコビッチと対戦したが3から6、1から6、5から7で破れた。 フランスも2勝3敗で優勝を逃した。2011年は1月のシドニー国際とドイツ国際オープンで優勝した。全豪オープンでは2回戦で第2シードロジャー・フェデラーと対戦。2から6、3から6、6から4、6から4、3から6のフルセットで敗れた。全仏オープンと全米オープンでは4回戦に進出している。 2012年3月の BRD ナスターズ・ティリアクトロフィーで、ファビオ・フォニーニを6・4・6・3で破りツアー10勝目を挙げた。モンテカルロマスターズで4強入りした。2014年の上海マスターズでは2回戦で第4シードのスタン・マウリンカを準々決勝で、第6シードのトマーシュ・ベルディハを準決勝で、フェリシアーノ・ロペスを破りマスターズで2度目の決勝進出。 決勝では第3シードのロジャー・フェデラーに敗れた。2015年ウィンブルドンでグランドスラム6年ぶりとなるベスト8進出を果たした。9月14日には世界ランキング10位となり、2009年10月12日以来約5年11ヶ月ぶりにトップ10に復帰した。2016年の全豪オープンでは4回戦で、 世界ランク1位のノバク・ジョコビッチと3から6、7から6、4から6、6から4、3から6の4時間32分の激闘を繰り広げた。上海マスターズでは3回戦で2016年、全米オープン覇者で、第3シードのスタン・ワウリンカ、準々決勝で、ジャック・ソックに勝利し、ベスト4進出。準決勝で、第2シードのアンディ・マリーに敗れた。また、 オリンピックフランス代表として、2008年北京、五輪と2012年ロイドン五輪、2016年、リオデジャネイロ五輪の3大会に出場している。結果は、すべて3回戦進出。2017年は、ベスト16より先に進んだ大会が一つも、ないように不振にあえぎ、年間最終ランキングは89位まで落ちたが、11月の、デビスカップに、 フランス代表として出場し、フランスの16年ぶりの優勝に貢献した。2018年は、マハラシュトラオープンとモゼールオープンで優勝した。シドニー国際ではダブルスで決勝に進出した。2019年、年始のマハラシュトラオープンとシドニー国際では、ベスト4に入った。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2010年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない。ありがとうございます。